ナンンバーアンダーバー i の楽曲にはどんなイメージがあるだろうか。先日、ビルボードジャパンチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破した、ボート1や、ボンアルバム、ナンバー1リードトラックの、インツムなどの挑戦的な楽曲から、やや強気な印象を抱く人も少なくないかもしれない。画像、本格的ヒップホップフェスに出演。 いつもより勇ましいナンバーアンダーバー・アイ。髪型がワイルド、しかし、それだけではない。ある種のほろ苦さを感じられるのもナンバーアンダーバー・アイの楽曲の特徴の一つだと思うのだ。先述した曲たちこそ自分たちのことを歌ったヒップホップ的なサウンドで攻めているが、それ以外ではポップスやバラードなどナンバーアンダーバー・アイはさまざまな音楽ジャンルの曲を歌っている。例えば、 セカンドデジタルシングルのブロウ・ユア・コーバー。この曲では、前半で大切な人との思い出の夜が書かれつつも、後半からは相手を遠く感じる主人公の心情が滲み出る。つまり、甘さの奥に潜む苦味を歌った歌なのだ。キラノ・ショウ、神宮寺・ユータ、岸・ユータのツヤっぽい歌い方が、そんな甘くも切ない楽曲の世界観を引き立てている。 ライブでは女性ダンサーと共にパフォーマンスされることも多く、大人な雰囲気を感じられる楽曲でもある。ブローユア・コーバーだけでなく、ナンバー・アンダー・バー・アイの恋愛ソングは実は切ない系統のものが多い。サントリー、ビアボールの CM ソングに起用された、ノ、no、ー、yes ・イエスも、明るく爽やかな曲調の裏で、イエスをア・ノのどちらかというとノになってくる、もしもイエスだったら、 今はどんな世界線だろう、といった寂しさを感じさせるリリックが目立つ。憧れの存在を意識しつつも、隣に入られない虚しさ。そんな少し後ろ向きな恋愛要素は、ナンバー1、収録のジェリーやミニアルバム、ナンバーオーリング、通常版限定のボーナストラック、花びらが舞う日になどにも通じるものがある。恋愛ソング以外でもそう、例えば、 ナンバーオーリングのラストを飾る夢の続きは追いかけても届かなかった夢の続きを今生きてるんだと夢を追うことをまっすぐに歌うバラードだ力強さもありながら目を閉じれば最後の横顔とほらまた雨と過去を振り返る描写には切なさを感じられる同じように夢を追うことを書いた楽曲で言えばアーコの街で何回も夢を見て だけど何回も見失ってほらまた朝を待ってるミッドナイト、と歌う、ミッドナイトシティ、シングル、ゴート、収録、や、夢見がちなだけでは儚い、どこに行けば当たれるスターライト、と歌う、ストリートライツ、ナンバー1、通常版ボーナストラック、などでもそう。雨だったり、夜の暗闇だったり、曲の中では前に進む過程での辛さを表すようなモチーフが登場していて、 決してポジティブな要素だけではない。現実めいた歌詞が胸に刺さるし、今まさに夢を追ってがむしゃらに突き進んでいる最中であろう、三人の姿にも重なるように思う。